ウクライナダービーは、ウクライナの FC ディナムキエフと FC シャフタールドネツクのサッカーの対決のことである。ウクライナクラシコとも呼ばれる。D キエフは、ウクライナの首都キエフに本拠地を置き、シャフタールは、ウクライナ最大の工業都市ドネツクに本拠地を置く。D キエフシャフタールウクライナにおける、 両都市の一発のウクライナダービーは1938年のソビエト連邦サッカーリーグでの対戦であり、キエフで行われた試合は D キエフが2-0で勝利した。ソビエト連邦リーグにおいて D キエフはウクライナのオスであったが、この時期のシャフタールはトップリーグ残留を過労じて果たす程度であった。しかし、シャフタールはウクライナソビエト社会主義共和国内で、 最も工業化と都市化が進んだ東部地域にあり、DKF 以外のウクライナの主要なクラブとみなされていた。とはいえ、キャピタルズと呼ばれた DKF より上の順位でリーグ戦を終えることは少なく、DKF と FC スパルタクモスクワなど、ウクライナ対モスクワの構図の対戦ほど、ウクライナダービーは人気があるわけではなかった。1991年に、 ウクライナがソビエト連邦から独立し、1992年にウクライナプレミアリーグが初開催されたが、すべての面において DKF がリーグを支配するという数勢は新体制、発足後も続いた。最初の数シーズン、シャフタールは優勝を争うようなクラブではなく、DKF の他には FC ドニプロや FC チョルノモレツ、オデッサがリーグ優勝を争った。 初開催の1992年は SC タフリア・シンフェロポリーがサプライズ優勝し、シャフタールは3位であった。1996年にフゴーリナとアフメトフがシャフタール会長に就任すると積極的な投資によってシャフタールが急成長を見せた。2000年代初頭になるとこの大戦は真のウクライナダービーという地位を手に入れ、シャフタールがデ d k フの難敵となって、 DKF の一強時代は終わりを告げた。シャフタールは1996から97シーズンから5シーズン連続で DKF に次ぐ2位となり、2001から02シーズンにリーグ初優勝を飾った。2004年にはルーマニア代表やインテルなどを率いたミルチェアルチェスクを監督に迎え、2度の2連覇を果たすなど、1996から97シーズンから2010から11。 シーズンまで15シーズン連続で2以上の成績を収めている。2008から09シーズンには、ウクライナのクラブとして初めて UEFA カップで優勝した。シャフタールが台頭した2000年代の DKF も、まずまずの成績を残しており、ウクライナサッカーのリーダーの一つであり続けた。1998から99シーズンの UEFA チャンピオンズリーグでは、 アンドリーシェフチェンコなどを用して準決勝に進出した。1974年から1990年、1997年から2002年にかけて指揮を取ったバレリー・ロバノフスキー監督が2002年に死去するとヨーロッパの舞台での活躍は影を潜めた。2008から09シーズンの UEFA カップでは準決勝に進出し、準決勝ではヨーロッパの舞台で初めて、 シャフタールと対戦したが、シャフタールに敗れてベスト4に終わった。FC、ディナモキエフのサポーター FC、ディナモキエフのホームで行われた、ウクライナダービー。ありがとうございます。